ベジフルキッチンエッセンスへようこそ。実はすごいヒゲ入りトウモロコシフリッターを作りました。体に嬉しいヒゲ入りフリッター、おつまみにもぴったりです。トウモロコシを買う時の選び方、むくみ予防やコレステロールを下げる実はすごいヒゲのこと、ヒゲの上手な使い方や調理のお役立ち情報をご紹介します。最後までお見逃しなく。くすっと笑える NG 集もあり。このチャンネルでは野菜ソムリエ料理教室エッセンスの大久保が料理のレシピや役立つ情報をお伝えするチャンネルです。お見逃しのないようにぜひチャンネル登録してお楽しみください。毎週土曜日夜8時公開予定です。材料はこちらです。約12個分トウモロコシ1本、ヒゲ1本分、パセリ2枝、薄力粉。衣材料、薄力粉 60g、片栗粉 30g、マヨネーズ大さじ1、塩適量、粉チーズ大さじ1、強炭酸水 100ml くらい、揚げ油フライパン 2cm ぐらい。材料は一旦停止してご確認ください。概要欄にも記載しています。それでは作ってみましょう。まずは切る。トウモロコシを買うときは皮付きヒゲ付きがおすすめ。どうせ捨てちゃうから剥いてある方が手間がなくて良いと思いがちですが、もろこしは鮮度が早く落ちてしまうので乾燥しないよう皮付きヒゲ付きをおすすめします。このように新聞紙をあらかじめ引いておいて作業すると後片付けが楽になります。皮を剥いてゴミはひとまとめにしてきれいにしておきます。乾燥したヒゲは切り落として中のきれいな緑色のヒゲを使います。漢方では南蛮毛と呼ばれる生薬です。カリウムが豊富に含まれて体内から余分な塩分を排出しを促し水分代謝を整えてくれます。むくみ予防やコレステロールを下げる作用もあり、特にベビーコーンのヒゲは捨ててしまってはもったいない、ヒゲ茶がおすすめです。こちらの動画でご紹介しています。トウモロコシを半分に切る。芯は硬いのでテコの原理を使って切ると良いでしょう。気をつけて切ってくださいね。グラグラしない平らな面を下に置き粒を取ります。芯に沿って包丁を動かし粒をこそげ取ります。新鮮な生のトウモロコシは甘くてとってもジューシー、コーンの缶詰では味わえないこの時期ならではの美味しさですね。特に芯の近くの胚芽は栄養があって甘いのでしっかりと包丁でこそげ取ります。トウモロコシはタンパク質や脂質、カリウム、ビタミン B1、B2、ビタミン C、食物繊維も豊富です。胚芽には鉄、亜鉛などのミネラル、リノール酸、代謝を促すビタミン B 群が豊富です。しっかり胚芽もこそげ取って栄養を無駄なく丸ごといただいちゃいましょう。ご覧のようにしっかり芯の周りもこそげ落として使いました。ヒゲと一緒にボウルに入れておきます。次はパセリをみじん切りにします。枝から外し大きめに刻みます。料理の彩りに添えられているパセリ、ただの飾りにしておくのはもったいない。鉄分、カルシウムが含まれ野菜の中でもトップクラスです。独特の香りも混ぜて入れてしまうと全く気になりません。余ったら冷凍ふりかけにしていろんなものの彩りに添えられます。混ぜる。薄力粉と片栗粉を混ぜます。片栗粉は油を吸収しにくくカリッと仕上げてくれます。小麦粉の 2,3 割から半量加えています。コーンとヒゲに粉の一部を加えて打ち粉をします。衣と食材をくっつきやすくし崩れにくくなります。フリッターの衣を作ります。新しいボウルに粉チーズを大さじ1杯入れます。そこへマヨネーズを大さじ1杯加えます。もうちょっとあると思ったらこんだけしか入ってませんでした。もう少ないので蓋をして下に降りるように振ります。そしたらねキャップが飛んでっちゃって手にべちゃっとついてしまいました。大失敗で絞ってみたところ、なんと出てこない。仕方ないのでもう諦めてキャップをしたと思ったら落っこってしまいました。
手にはマヨネーズ、キャップには粉チーズついちゃいました。さあ気を取り直して粉チーズとマヨネーズを混ぜます。そこへ先ほどの粉類を入れて塩を少々振ります。水の代わりに強炭酸水を入れるつもりですが、なかなかキャップが開かない。さっきのマヨネーズのせいで手がぬるぬる、なかなか開きませんが、ようやく開きました。冷やしておいた炭酸水を加えます。約 100cc です。炭酸のおかげでよりサクッと仕上がります。ビールを混ぜてもいいんですけど、主人が譲ってくれませんでした。フリッターの衣の硬さはこれくらい、意外とサラッとした状態です。ある程度混ざったら、そこへ先ほど打ち粉をした材料を加えます。あんまりこねないようにサクッと混ぜます。フライパンに2センチほど油を入れて温めています。皮のきれいな部分はさっと湯通しして飾り付けに使います。油が170度から180度に温まったら、スプーンを使いながらきれいなラグビーボール型に形を整えます。フライパンに油2センチ入れて170度から180度に温めます。温まった油にラグビーボール型をそのまま落としてあげます。この時にトウモロコシのひげがとっても役立ってくれます。バラバラなりがちなトウモロコシの粒をうまく絡めてまとめてくれてます。さっきの NG で言い忘れてしまいましたが、マヨネーズを衣に加えることによって衣の水分を蒸発させ、衣をサクサクに軽く仕上げてくれます。マヨネーズはサラダだけでなく調味料として取り入れると案外役立ってくれるんですね。こんがりきつね色になるまで3分から4分、時々ひっくり返しながら揚げていきます。生のもろこしはジューシーなので、バラバラになると跳ねやすいです。しっかりスプーンの上で形を作ってから落とすと良いでしょう。パチパチといい音がしてきましたね。ひっくり返します。はじめのうちは大きな泡も、揚げ終わり頃になると小さな泡になって、油のパチパチの音が小さくなります。耳を澄ませて感じてみてくださいね。こんがりきつね色になり、音も小さくなってきたので、そろそろ揚げ時です。油を切って網の上に揚げます。残りも同じように揚げます。皿を準備しておきます。10倍速で揚げ上がるフリッターの変化を楽しんでみてくださいね。ひっくり返します。衣の中のひげがね、茶色になってさらに美味しそうに見えますね。さあそろそろ出来上がりです。さあここからおっとくビールの準備を始めましたよ。いよいよ秒読みです。さっと湯通しして水を拭いた皮を下に引いておきます。こうすることで油を吸収してくれます。皮からもフリッターをのせるといい香りがしてくるのでおすすめですよ。ここからはね、つまみ食いをされないように要注意なんです。もうね、見てるだけで美味しそうでしょう。さあ盛り付け完成です。それでは試食してみたいと思います。トウモロコシとヒゲのフリッターです。ではいただきます。見てかわいいでしょ。こうチキンナゲット風にねしてみました。聞こえるこの音、サクサク。ヒゲもね一緒に入ってますけど全く気にならないです。試しあれ、こちらはちょっと前の動画でやったレモンシロップです。私はノンアルコールのレモンシロップをいただきます。夫くんはもちろんビール。
最近お気に入りの富士山グラスです。はい、このグラスがね、我が家のお気に入りです。なんとビールを注ぐと富士山が出てくるのです。でも泡多すぎだけど、パパ。いいえ、だいぶまた泡引く、今は冬の富士山で。どうすればいいんですか。いいよ。はい、じゃあ乾杯しますよ。はい、いい、乾杯、いただきます。いかがですか。最高。はい、それでは今回の主役、はい、いただきます。もろこしのフリッターをお願いします。ひげつきです。はい、どうぞ。音が聞こえるかな。いい音してますね。うん、いかがでしょう。甘くてね、トウモロコシの甘さがすごい。おね、うん、サクサク感がいいな。うまい。はい、じゃあ私もいただきます。手づかみでいきましょう。いただきますよ。うん、サクサク。本当だ、トウモロコシ甘いね。うん、美味しい。これいくらでも食べられちゃうね。あんこの泡が出てない。本当な富士山に。今度は雪が降ってない。そうだ。あんたもそうです。ひげ入りもろこしフリッター、美味しくできました。最後にもろこしの選び方、作り方のコツなどまとめました。とうもろこしの選び方、ひげにボリュームがあり皮がみずみずしく青々とした緑色のものが新鮮。ひげが茶褐色の色のものほど熟している証拠です。皮付き、ひげ付きがおすすめです。ひげは捨ててはもったいない。むくみ予防のカリウム、コレステロールを下げる作用もあり、バラバラになりやすい粒をまとめてくれます。トウモロコシは粒の根元に栄養あり、胚芽部分も無駄なく丸ごと。トウモロコシは鮮度が落ちやすい。入手したら早めに加熱。生は栄養価も味も缶詰より上。旬を楽しんでみてくださいね。ありがとうございました。このチャンネルでは野菜、果物を中心にお料理やお菓子のメニューをお伝えしています。日本人はお野菜が約 70g 足りてないと言われています。少しでも野菜、果物を生活の中に取り入れて健康的に過ごせるお役に立てればと思っています。ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。毎週土曜日夜8時エッセンスで全員集合ということで、毎週同じ時間に配信しています。お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。 YouTube の他にも Instagram、Twitter、ブログ、 TikTok なども配信しています。よろしければシェアいただけると嬉しいです。最後にいいねを押していただけると大変励みになります。よろしくお願いします。それでは今日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では